ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理心流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理心流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北進一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためにはね。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では、始め。See ya!
形を得たり。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。何をしてるんだ、お前。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だが、ご安心ください。この男、どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですが、ただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長、山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや、実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長を。さあ、無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。斎藤はじめ君。